同時係数法とは、放射線計測法の一種、複数の入力端子のすべてに同時に入力パルスが到達した時にだけ係数する方法。放射能の絶対温度や、崩壊図式の決定、カスケードガンマ線同士の角度相関の測定には欠かせない。逆に一方のパルス入力に対して、他方の端子に入力がない場合だけを、 計測する方法が逆同時計測法で放射線検出器においてバックグラウンドの影響を低下させ検出感度を高める目的に用いられているほか原子核計測の分野で幅広く利用されているほか原子核計測の分野で幅広く利用されている例えば直列に配置した検出器の間で同時よび逆度計計算を行うことにより粒子線の飛来方向の便別や 透過率測定ができ、2個の検出器を通過する粒子が、与える入力パルスの波行からは、粒子の弁別ができる。また2個の粒子の速度が異なる場合など、遅延回路を組み込んだ、遅延同時計測法を適用し、2粒子の入力パルスの時間差の測定から、その飛行速度を求めたり、平位置を検出することも行われている。ありがとうございます。